夜市は、常川幸太郎の中編小説集。第12回日本ホラー小説大賞受賞作であり、第134回、直木賞の候補作にもなった、夜市と書き下ろしの、風の鼓動を合わせ、2005年10月に、角川書店から刊行された。2007年、つぶらやエンターテインメントが映画化を発表したが、実現していない。風の鼓動は、根本節により、 漫画化され、2006年9月から10月まで、週刊ヤングサンデーに、前後話で短期連載された。同志2007年21.22合併号より、再び、キネオサムの手によって、同志で連載が開始された。世界観や一部の登場人物を引き継いだ、作品として、末路はヌモの鬼の渡る古道と解題している。2018年、 七巻かな子による作画で漫画化され、秋田書店の月刊少女漫画雑誌、ミステリーボニーた7月号より連載が開始された。大学生の泉は、高校で、同級生だった雄二に誘われ、夜市へと出かける。道中で話を聞くと、雄二は小さい頃に夜市を訪れており、それが、今夜も開かれることを、学校川堀から聞いたという。一旦は、 呆れて帰ろうとする泉だったが、公園の奥にある森で、夜市は本当に開かれていた。光線の河原の石、何でも切れる剣、廊下が早く進む薬、それらを売っているのは永久放浪者に一つ目ゴリラ、のっぺらぼう。泉は帰ろうとするものの、有事ともども道に迷ってしまった。いくつもの出店で帰り道を尋ねるが、何か取引をしない限り、 夜市から帰ることはできないという答えが返ってくる。帰る手段を考えるため、以前有事が訪れた時の話を聞こうとする泉に、有事は実は全財産である72万円を持参してきており、ある欲しいものを手に入れるためにこの夜市を訪れたのだと告白する。第12回日本ホラー小説大賞の選票にて、荒又博はクリスティーナ・ロセッティの ゴブリンマーケットに被験すると表している。7歳の春、花見に出かけた小金井公園で父とはぐれて迷子になっていった私は、見知らぬおばさんに導かれて入った奇妙なミ穂騒動を歩いて武蔵野市の家まで帰るという経験をしたことがあった。12歳の夏休みにその話を親友の和木にしたところ、興味を示した彼と共に私は再びその道に入ることになる。 その道は古くから確かに存在しながらもほとんどの人間には見えず神々や異形の者たちが通る特別な道、古道であった。どれだけ歩いても一向に出口が見当たらず不安を募らせていた私たちは茶店でレンという名の永久放浪者の青年と出会い彼の案内で最も近くにあるという日野市に繋がっている出口に向かう。しかし、 遭遇した小森という男とレンが争いになる中、カズキは重傷を負い、間もなく死亡してしまう。私とレンは、カズキを生き返らせるため、蘇生の秘術が伝わると言われる雨の寺を目指して、旅を続けることとなり、その道中でレンは私に、自身の出生の秘密や、小森との因縁を語る。NHKFM、FM シアターで2015年10月24日に放送された。 ありがとうございます。